去年火災が起き、戦闘などが焼失したパリのノートルダム大聖堂で、広場の地下にある古代遺跡の展示が再開されました。火災から約1年半閉鎖されていたノートルダム大聖堂では、地下の展示施設が再開し、早速観光客が入っていきます。9日、営業を再開したノートルダム大聖堂前の広場の地下施設には、50年前に発見されたローマ時代の遺跡や過去の大聖堂の絵画などが展示されています。去年4月に起きた大聖堂の火災では、施設の焼失は免れましたが、焼けた鉛のくずなどがたまり、除去のため周辺の封鎖が続いていました。Je suis encore ému, c'est terrible. C'est la preuve d'une réouverture du site, voilà, en général. 一方、大聖堂は火災前の姿に戻すための作業が現在も続けられています。